ははいどうも皆さんこんこにちは監督ですえ先ほどインターハイが中止ということを決定したというニュースをえー目にしました。先日、全中の方もえ中止に決まりましてもう中高生の皆さんにとって全中とインターハイといったらもう青春の全てですからそれがなくなって言ったらもう目標がなくなってしまったという方もたくさんいると思います。その落胆は もちろん計り知れないものがあるんじゃないかなと思いますし僕が高校の時一生懸命あの陸上をやってでインターハイを目指して頑張ってましたでそのインターハイが僕らの時にもしなくなってたと想像するともうその,きそのことを想像しただけでも,もう胸が辛くなるようなそんな気持ちでしたそれが現実に起きてしまってで今中高生の皆さんは。 戸惑いいいを隠せないことだとだ思います3年生は卒業後競技を終えようとしている方そしてこれからも競技を続けようとしている方様々いると思います学校のね仲間とあの一緒に精いっぱいね3年間頑張ってきた努力してきたってことは絶対に忘れてはいけないし最高の時間だったと思うんですよ。その かけがえのない時間というか大事な時間は絶対に今後に生きてきます努力することの素晴らしさというかそういうものを後輩たちにぜひ先輩たち3年生が伝えてあげてほしいんですもし部活動こ,これから再開したらまた後輩たちに顔を出してあげてくださいそしてその時にまたあの努力すること継続することの大切さを ぜひ伝えててあげてくださいそして3年生の皆さんは陸上競技もしくはスポーツやめないでください、えー、続けてくださいこのまま終わっちゃダメだと思うんですよまあもちろんいろんな事情があってスポーツ続けられない方もいると思いますですがどういう状況であれスポーツは絶対続けられると思いますなのでこの悔しい気持ち 絶対忘れないでスポーツ続けてもらってそしていろんな人にまたそのスポーツの楽しさを伝えてあげられるような人になっていってくださいそれが僕の願いですそして自分の力はどれぐらいこのステージで通用するのかとワクワクして楽しみに していた1年生の皆さん今年でいいきっかけをつかんで憧れの先輩方に勝負を挑んでやるぞと気合を入れていた2年生の皆さんこの悔しさを絶対に忘れないで来年以降に必ずつなげてくださいまあ今年いつこのコロナウイルスの影響が続くか分かりませんけれどももしどこかでまた競技会がね始まるとしたらそこからまた新しい一歩が始まります 最高の,その先輩たちの思いをしっかり受け継いでこれからまた最高の部活動を作り上げていってくださいもう僕たちにできることがもうなさすぎてもうこういう動画にこういう動画にすることしかもう思い浮かばなかったのでもうすぐにあのこうやって動画にさせてもらいましたもしこの動画で少しでもお多くの方に元気が 与えられれれるのでであればそれは嬉しいですしいすもしこういたたまれない気持ちぶつけるところがないのであれば僕に DM でも何でもいいのでぶつけてきてくださいこれからも僕たちは走れる介護士チャンネルとして精一杯のことはやらさせていただきます皆さんもこれからスポーツを嫌いにならないでどうかスポーツを続けてスポーツを最高に楽しんでいってください今日はこれで 以上になります。頑張ろう頑張ろう頑張りましょう